こんばんは。それでは今夜も信弘の野望下克上、前回の続きからやっていきましょう。現在信弘対上田城を荒木殿の軍勢と一緒に包囲しているところです。上田城には村上殿の軍勢が駐屯しているので、城兵は約200、攻め込むかどうかわからないですけれども、そのまま信弘隊も包囲に参加しましょう。信濃騎士45名がいるな。ちょっと戦っておこうか。カモン。だいぶ逃げていく。ロード白石殿。織田の軍勢を破ってるの、ロード白石。相手にとって不足はない。戦ってみるか。何者だいえ我が剣の杖と消える愚か者、信弘と申す。恨みはないが、叩いておかせていただくぞ、ロード白石殿。さて、どこから来るか。この辺りで待機しておくか。見えたね、敵。この高台に登ると、おそらく敵が見える。第二部隊、もう少し上がれるか。敷兵は後方で備えておく。歩兵、陣の位置の変更を。さあ、敵の軍勢が見えてきたぞ。上杉家との戦いは初めてじゃないかな。白石殿の軍勢、一歩一歩詰めてくる体勢。さあ、織田の鉄砲隊、どん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 撃ってくれ。信弘は指揮に専念しようか、今回。敵持ってきてる。このリロードが完了したらうまいんだろう。よし、そろそろいいな。歩兵前進、騎兵裏に回る。敵の騎兵突っ込んできた。まだ突っ込ませるタイミングではない。よし、今だ。ゴー。ゴーさん、おお、結構やられていく。結構やられていくな、さすが。さすがだね。結構やられるじゃないか。槍で疲れた。強い、強いね。うん、槍に囲まれた。槍ブスマだ、完全に。うわ、すごい。味方の歩兵は全滅か。うん、行かせんよ。侍大将がまだ残ってる。さあ勝負。よし、さすが十文字あり、長さで勝てる。いいね、十文字あり、長さで勝てるぞ。退却を開始。撃破だが、ちょっと被害多かったな。あれ、まだいる。あ、まだいる。どうしたんだ。なんか今佇んでたな。終わったか。
さあ、犠牲は21名。うわぁ、せっかく育てたんだから。結構やられたぞ、今の。前衛部隊が結構やられたね。もう少し兵力が欲しいな。上田城は未だに包囲されておって、同行しているパーティー、前田殿出かけていった。包囲を解いた。どういうことこれ。攻め込んだということか。前田殿が一人で130名。ちょっと行ってみよう。お、これどうなる。上田城、前田殿のパーティーの兵によって包囲、突撃じゃ。上にたっぷりいるぞ。前田殿が単独で攻め込むとはな。なんかこの攻城戦来たね。え、撃って出てきた。壁際によって まずあまり敵の三兵部隊の攻撃を食らわないようにしよう。あれ村上殿か、あの陣羽織。村上殿と覚えたり見受けたり。あ、どんどん奥に行く。見ることはできない。攻撃できてるのか、この槍攻撃。できてるような、できてないような。お、接近戦で来るか。もう村上殿は打ち取られちゃった。お、お、お、大将首、大将首だ、間違いない。綿棒。打ち取れたか？わからぬ。大混戦。行こうぞ。これは信広隊の活躍にかかっておるの。さあ、磯三ゲマとの名前が見えるが、どうなっているかは分からん。ちょ次から次へと敵が現れる。ぬぅ、思いっきり食らったような気がする。しかしこの大混戦は一体何なんだ。よし、中に入れた。動かぬ。よし、中は片付けた。君は敵？お主、敵ではあるまいか。なんか日本語もおかしくなった。そこ、接戦ですな。一進一退の攻防。信広のパワーは半分以下。上田城の攻防、なぜか前田殿が攻めていくという、びっくりする展開になっているが、信広勢の被害が気になるが。さあ、セカンドゲートを攻撃中。南部弓足軽組頭がなぜか前田殿の軍勢にいたということか。開門、行くぞ。突撃、行けぬ。一騎打ち。よし、後ろにいる。関東一騎手、上杉も一騎手を引き入れていたか。熱い戦いだ。ほい、よし頼む。五右衛門じゃないか。
五右衛門かっこいいぞ五右衛門。お、もう本丸サードゲートん、ここにいるか。承知。全然弾を込める暇はなかった。これは任せていいだろう。マンドハイ。え、どっから、どっから撃たれてる。本丸か。皆が見ている方向は本丸に敵兵は見えますか。わからぬ。見えないが、さっきどこからか撃たれてはいた。いた。何？しまった。やるねー、ヘッドショットが。勝てるかな。頑張ってみんな。押してる。押してはいる。援軍がもう来ないのか。おお、上田城二つ本丸というかあるんだね。勝利ですね。なんとか。よかった。これなんだろう。本丸？天守閣？本丸に天守閣って二つあるんでしょうか。前田勢、信広勢撃破しましたが14名やられてる。うわぁ、被害がひどい。弓足軽大将5名かぁ。弓大将、いや、前田のやりましたな。話を。上田城の領土は自分自身ですか。そうですか。わかりました。とりあえず引き上げましょう。ご主君、一つ申し上げる。合戦のたびに味方に多大な殺意、被害を出すのは深い戦犯。我らは賊とと変わりござらぬ。すみません。多かったっすよね、ちょっと。とりあえず一旦帰りましょう。20名ほど失ってしまった。荒木殿、まったくあなたが戦ってくれないから我が隊は大変な被害を出すことになってしまいましたぞ。飯田城の広場で開催する祝宴、祝宴などに参加している余裕はござらぬ。まったく。なんかいろいろ物を売って、そして大豆と握り飯を買おうかな。さあさあ、清須に戻りましょう。荒子に長くてでも誰か志願兵を。おお、なんだろう。いいね。人数が多い。思想兵奇襲。80名か。まあ、これぐらいだろうな。荒子ではいいか。さ。奴隷書はいるかな。奴隷書、鶴里。よし。農夫、どこだ。どこですか。つかないんだろう。チタだな。わかった。いや、で、志願兵を募って、おお、いっぱいいる。14,506も。14,506も。すごいな。7人全員雇い入れよう。地侍を。14,600、なんとかあれば、
あれできるじゃないか、村長と面会をして。特別な仕事、家畜だな。任せておくんだ、二頭。よし、わかった。で、その前に千田に行って、撃破しようか。で、一泊しよう。一泊、そうだね。まずは一泊して、休んで。566万、また国庫から引き出された。やらこの税収が高いとはいえ。ちょっとお金がかかりすぎてるな。終わり農民。地侍。では、地下に行って、撃破してこよう。芝生水族団。すごいな。どんだけ遠征してきたんだ。九州から。芝生水族団は手強いぞ。みんなバラバラで動くのはやめよう。第三部隊は待機だ。第三部隊いるかな。さあ今だ。芝生水族団を片付けよう。なんか大きな刀を持ってるから残馬刀か。みなみな気をつけなされ。後ろにいる奴らを叩くか。お、侍大将、大丈夫？おお、さすが。必要なかったか。まだいるね、奥に。槍でいけるか？ランス突撃成功。騎兵が近づいてるのに全く動かぬか。ラスト打ち取ったり。さあ、チタの皆さん、結構です。家畜が欲しいんですよ。まるでさっき芝生水族どうした、芝生水族団に占拠されていた村とは思えないほどの芝生水族団に占拠されていたとは思えないほどののどかさ。こう言いたかったんです。すみません。村長滝之助殿、村外れで大きな火災か。誰か捕まってるんだな。戦争に興味がある者はいない。家畜を2頭、志願兵誰もパーティーには参加しない。やっぱり本当だったんだな。では家畜を追い立てて、荒子に連れて行こう。カモン。敵の中規模な一団を関ヶ原。奉仕？なんだと？あれ？説得を聞いてくれ。840文だぞ。あれ、奉仕は誰と仲が悪いんだろう。今仲悪いのはいないはずだがな。あ、レベルアップできる。今から大丈夫かな。奉仕は完全に医者だ。武蔵レベルアップできる。よし。村の運営、屋敷を建てる、製粉所を建てる、神社を建てる、伝令詰所。伝令詰所があると村に敵が迫ってきたとき、あなたがどこにいても村人はそれを知らせることができる。3000問だね。よし。ウィリアムって技術者スキル6あるんですね。あ、5あるんですね。作業開始。関ヶ原は誰が襲撃しているのだ。桑名。織田兵かな。よし、織田兵だ。長島は違うだろうな。敵の中規模な一団。あ、ごめん。
勝てないね。勝てないっすね。ツ・パトロール隊。戦いたいけど、まだ部隊が育ってないので。上杉家、織田家の上田城を攻略。あっという間ですね。苦労して手に入れたのに。織田家と南部家、不可侵条約。ロード雑賀？お、庭殿が捕らえられてる。ロード雑賀、行く？よし。ちょっと待って。訓練終わった？まだか。まだだがしょうがない。行くしかない。ロード雑賀のパーティーに、加わり。誰だっけ、相手。おー。一向宗の軍勢だ。ロード雑賀。しかもちゃんと、織田勢と違って隊列を整えて進んでいく。いいじゃないか。呼吸を合わせよう。雑賀殿と。騎兵を単独で突っ込んではいかないな。これ、各大名家によって戦術が違うのか。来たな。もうちょ、討ち取った。馬衆かしら。敵が見えぬ。来たね。第二部隊はこの位置だ。第三部隊、私に続け。敵の騎兵部隊を一掃する。第三部隊いる？第三部隊一人？おっと、食らった。逃げてる。敵の騎兵部隊。弓武者、武者ともあろう者が。よし、第三部隊は続いてくれ。騎兵。暗くてよく見えないが。あ、退却していたのか。勝利。一名やられた。気候に会えて嬉しい。死者を身ぐるみ剥ぎ取りカラスの餌にしてやろうではないか、雑賀殿。そういう人ですか。庭殿を救出。よし。こいつはいいね。庭殿の部隊か。全員信弘隊に吸収しましょう。勝ち衆かしら。ちょっと強くなりすぎの感もあるが、舞台の維持費がどうなるか。お、農民が襲われている。総兵騎手31人。久しぶりに戦うか。圧倒できるかな。116名。32人。以前は恐るべき相手だったが、どうなるか。あの丘の上に陣取るか。味方の戦いぶりを見てみよう。よし、第一部隊前進。騎兵どうしようか。よし、騎兵突貫。おお、結構やられていく。3名、4名。頑張れ。ま
数で圧倒ですな。ん？どこにいる？木は旗本に最後の一人が倒されて終わり。4名やられた。成功なナギナと結構いいもの持ってますね。どこで戦いを行われてるんだろう今。前線に行こう。信弘隊。誰？38名信濃一騎手。織田家と宇喜多家防衛協定。ロード白石。また来たか。さあ、ロード白石の部隊を無事撃破し、上田城に向かっていく、信弘隊。22機。いやあ、これは、あっという間に落ちるだろうな。さすがに22名しかいない城。簡単に撃破することができました。用務が負傷。佐久間殿ですな。あ、殿もいたんですか。で、あとは滝川殿か。上田城の攻略に成功。ちなみに殿、上田城はどなたに与えるんでしょうか。佐久間殿ですね。わかりました。私はダメですか？ですよね。すいませんでした。上田城の攻略には成功した。だが、多分きっとすぐに取り返しに来るだろう。荒木殿、どこ行ったのだ？おお、敵陣地内に攻め込んでいき。海津城を包囲した。おお、いいね。ちょっと食料買ってこよう。カツラオ城で、あ、カツラオ城って、カツラオで、玄米を買っておく。そして計量すね、死のすね当てとか売ろう。50文を受け取る。そんなお金はないってか。小田に、須田のパーティーが接近中。やめておきましょう。単独で戦うのは、今やめておこう。お、信濃一騎手49名。村上殿か。また殿が言ったな。随分好戦的じゃないですか。長尾のパーティー。あ、敵の元帥か。どこに行くんだろう。とりあえず我らは海津城。ちなみにこのロード白石、あなたはどこか城をもらってるんですか。やっぱりもらってるか。上田城、上杉家の献身校によって包囲された。さあどうします、荒木殿。ここにいる部隊を撃破しておこう。合流させないで。さあ、お、無視か。無視ですか。うん、勝てるかな。ちょっと厳しいか。この舞台ではちょっと厳しい。よし、村上殿、援軍はないぞ。111名対39名。信弘隊前進。よし、歩兵前進。騎兵いつものように回り込んで突撃。ゴー。これで終わったかな。長い足軽の被害が多いが、
どうだい？九兵も前進。村上勢を撃破。よし。おお、なんかまた良さそうなの手に入れた。やったー。来ます？小島さん。鬼小島かな。勝負してみますか。新生信弘軍団、勝てるかどうかわからぬが。おー、馬衆頭も増やすことができる。増やしとこう。弓衆頭。行ってみるか。手強い相手だぞ。きっと手強い相手だ。避けてるの？止まれ。避けてないな。弥太郎殿か。105名対109名。地形はどうだ。どっから来る。見晴らしのいいポイントに布陣できれば勝てるぞ。敵の姿があった。よーし。騎兵は突っ込んでくるのか。第三部隊待機しておいてくれ。私が行こう。一人撃ち取った。お、敵将弥太郎殿だな。うん、邪魔立てするな。もう一丁やるね。さすが。歩兵が到着したか。よし、歩兵前進。ああ、敵の。よし、弥太郎殿を討ち取った。よし、騎兵続け。さあ、暴れようではないか。長さでは勝てぬぞ、この十文字ありに。優位かな。後ろから攻めるか。うん、逃げてるね。おっと、おっと、なんだこの岩。さあどうだ。牛騎兵は格好に追撃を開始。敵はもう敗走状態かな。よーし。あ、ごめんね女武士さん。信弘隊単独で正規兵を打ち破ることができるというこの時がついに来たのか。弥太郎殿の軍勢を撃破。味方の被害7名。待たれよ。是非もなし幸福だ。優先見事でありました。あなたのような勇敢な方はまた戦場で相まみえましょう。追いはぎか。追いはぎ。傭兵扱いということで連れて行きましょう。改心をした追いはぎ。機内機種、シワク水族団にアップグレード。いいじゃないか。どうだい？なかなか良さげになってきたね。また、なんか、いいの手に入れた。たくさん。
よーし。あれ？上田城包囲。長尾の軍勢が近づいておる。わけではない。海津城は包囲。未だ包囲。さあ、どうなるか。上田城は包囲されて、荒木の軍勢は海津城を包囲している状況です。どっちを優先するか、総大将の荒木。信弘隊も結構戦力になってきましたね。では、今夜はこの辺で終わろうと思います。案内人は青森でした。おやすみなさい。